旧菊泉本店別邸は、函館市末広町に店を構えていた1882年創業の坂問屋の別邸。1921年建築の木造平屋建て住宅。1990年に函館市の伝統的建造物に指定された。その後のリノベーションにより、現在はサボーとして営業している。旧菊泉本店別邸の敷地は、 函館市の観光エリアの一つである西部地区元町エリアの中にあり旧函館区公会堂から八幡坂に向かう散策コースのほぼ真ん中に位置している2016年2017年にかけて放送されたテレビアニメラブライブサンシャインに登場するスクールアイドルグループセイントスノーの数の姉妹の実家が経営する同盟の甘みどころのモデルに使用されたため 聖地巡礼する若者が増えたという。創業者である初代、花井渡る愛らは、大阪府堺市にある、日本酒名酒、菊泉の醸造元、大塚本家に勤めていたが、販路開拓のため1882年11月5日、北海道に向けて出発し、同年12月7日、函館市大町29番地に、菊泉堂の屋号で酒問屋を開いた。 商売が軌道に乗り始めると、弟の孔吉を函館に呼び寄せた。その孔吉が店を次二代目、渡るイラとして商売を拡大させた。しかし、兄の初代渡るイラの死を追うように1893年27歳の若さで創生。息子の信仰はまだ5歳であったため、大塚本家は本店員の林と三郎を公認に選び渡し箱を命じた。 菊泉本店。現在の函館市末広町19で営業していた林豊三郎は当店の事業すべてを譲り受け、1896年6月に店舗を移転。釧路支店、小樽支店もその後開業させ、カラフトにも販路を拡大した。1911年当時、この7年後に合名会社設立。左代目。 渡るアイラ後列中央、林とよさぶろう息子信仰は、父である二代目、渡るアイラを襲名。三代目、花井渡るアイラとして1918年に日中戦争が始まると、食料事情も厳しくなり、酒造原料米も制限され、生産される酒の量も年々減少した。菊泉本店の酒の取り扱い量も激減した、ことで、 営業が成り立たなくなり1944年に廃業した。復元された立体看板線を、別邸だけが残り花池の住居として利用されてきたが、1990年、函館市から伝統的建造物に指定されたのを機に、多くの観光客が狂乱できるようにするため、リノベーションを行った。中老岡右側の和室は、当時の別邸の趣を残しつつ、 和風建築の風情を引き立てるため、いろりを設置。左側は、書斎が洋室及びカウンターに改装され、対象モダンの風情が楽しめるなど、和洋両方の風情を同時に楽しめる空間になった。また、旧菊泉本店の立体看板を復元することで、当時を彷彿とさせている。旧菊泉本店別邸1999年、平成11年の営業開始当初は、 資料館とお休みところを兼ねた施設としてスタートしたが、2020年現在は、サボーとして営業。豆腐白玉全材などの甘味メニューのほか、北海道の家庭料理のクジラ汁その他軽食などを提供している。当時酒問屋を経営していた花池が、現在もオーナーとして、称号、菊泉と建物を有し、それを対応する形で店舗が運営されている。ありがとうございます。